最悪です。坂がっかりさせた。なんかやばくねえか。帰るとき。ふざけるな。おーらー、今日はどこですか。ここは香川県じゃないです。東京駅です。ということでね、今日は大阪に行こうと思います。ルスリンが前から行きたかった忍びの里に来たいと思います。で、先にね、1日目はね、普通に、大阪の有名な水族館に行って、で大阪から、忍びの里ってとこまで直接バスで行けるとこがあるんですよ。それに乗って、どこ行ってんのこれ。グッバイ。 OK、 グッバイ。私のご飯パンペンペン。何、聞こえないんですよ。見てください。美味しくなさそうだけど、こっちの方が美味しそうじゃない。ノーです。新大阪、新神戸、岡山、島、やばいぞ。続いて車内の1号車、2号車ということでね、今ね、新大阪駅にいます。この前大阪来た時にさ、すごい美味しそうな店があってさ、あそこ、うん、チーズケーキ屋さん。でけえな。美味しそうですね。この人は東京にもあるのドーナツ屋さんで買おうとしてます。わざわざ大阪に来てリスピークリームを食べこれはね、新作ドーナツらしいんですけど、上にクッキー乗ってるの？そう、この有名なクッキー。クッキーそのまま乗ってて食べにくそう。美味しい。なんですかこれは。クリームで嫌になる。美味しいけど。なんかバタークリームみたいな。そうそうそう。ああ。でも美味しい。うん、クッキーめっちゃしっとりじゃん。シナモンっぽい味してさ。あ、そう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 。揚げパンみたいです、味が。美味しい、これマジ。普通のおすすめかもしれない。なんで私たちの靴めっちゃうるさいの。やばいね。赤ちゃんの靴みたいになっちゃった。海遊館に今から行きます。まあ水族館ですね。ここからね、歩いて行きたいと思います。見て、めっちゃたこ焼きや。え、10個？10個300円？18個630円だよ。何ですかこれ。これ何だろう。すいん。ちょっとどうなってる。そこ、どういうこと。ここジェセリンさん、来ますよ。最悪です。なんかね、事前にね、なんかネットで整理券を買わないと入れなかったみたいです。なんですかこれは。ねえ、マジでここまで来たのにさ、水族館入れないんだけど。何しにここ来たの。本当に最悪です。さあどうします。そう、もう帰るとき。忍び屋に来ました。忍びなのに鬼滅の刃何にも関係なくね。違いますね。普通ナルトだろ、ここ。ナルトなくね。見て、7万円ワンピースの方なの。落ちた。がっかりしてます。もう大阪がっかりさせた。ナルトのものがないです。ジョセリン、がっかりです。がっかり。ジョセリンさん、何買ったんですか、さっき。結局文句ばっか言ってましたけど、なんか買ってますね、あなた。手裏剣。海底サメだ、ジンベエ様。やばい。うん、目を見て。白眼。白眼。ここは大阪の港未来。わお。私たちはね、この海を見るために来たんですよ。大阪に、わさわさ。イエス。そうです。ファッキー。チアス。何これ。これはね、フランスのビールらしいです。
今日はね、旅行なんで飲みます。この音楽飲みやすい、美味しいわ普通に。この後ね、トルコ料理が来ます。はい、こちら何でしたっけ、ケバブプレートだっけ。美味しそう。どう悪そうね、この人やばいそう。あのね、やべいことになった。どうして味がない、ソースなしで頼んだんだよね。もうご飯と合わないんだ、これ全部食べれるかな。ジョセリンと食べたいと思います。それ胸肉ばっかでパサパサすぎて、ユージはもう諦めそうです。今日は失敗ばっかり、失敗ばっかりでもう嫌になりそう。この後たこ焼き食べましょう。レゴランド行きたいと思います。No. ¿Qué tengo que estar pasando? ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando? Porque estamos aquí en el metro que no sé si es el metro mejor que el metro de la Vercarme de Casino. ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué es lo que está pasando con esto?ジョセリンがね、大阪で食べたかったスイーツ見つけました。めっちゃ大変だった、ここに来るの。もう10分ぐらいかかった、これここに来るまで。初めて新宿に来たみたいだった。今日はカステラと、チョコレートアイス。すごいね、美味しそうだね。じゃあ買うか。はい、ね、カステラとアイスね、2つ買おうと思います。今回はね、グルメ旅行です。なんかやばくね、なんかやばくねえか。もう嫌だよ、もう帰る。今日やばいぞ、本当に。ちょっと聞いてください、本当に不運だ。やばいですよ。カステラは引き換え券が必要で、その引き換え券はもう今日終わってるっていうことで食べれないんですよ。食べ物すら食べれないじゃねえかよ。アイスのやつはなんかコーンがクロワッサンみたいな、それ20分待たないといけないんですよね。普通のワッフルコーンならあるんだけど、もうこうなったら20分ね、と歩いてまた来ようと思います。え、来ないよもう。え、もう別のもの食うよ、もう嫌になってるここが。はい、ということでね、黒門市場に来ました。ジョセリンさん疲れましたね。イエス、あんたの文句ばっかりでね、さっきからずっと文句言ってたのにね。ベイビーたちがいるよ。ということでね、なんかここは有名な市場なのかならしいよ。ネットで見た、でも何も見そう。でもなんか閉まってる。もうここ何も見そう。どうなってんの、大阪。東京帰りて。もう何この観光。なんかね、お店の人たちもみんなね、顔が死んでんだよね。ロストタウン、もうやっぱ東京の方がいいわ。見て、何このミニ秋葉原。でも大阪にもこういうとこあるんだね。よかったね、ここ来て。いいスポットを見つけましたね、これは。二組はゴキブリさん。どれが、どれゴキブリ。ゴキブリマンじゃねえの。サボサボサボ。サボがね、これ660円。でもこれさ、今買ってさ、どうやって持っていくの。箱さ捨てて、うん、フィギュアだけ、箱だけ箱は捨ててフィギュアだけ持ってく。やっと今見つけた、この不運すぎる日にさくらちゃんのフィギュア見つけた。さくらちゃんのフィギュア安かったね。あとなかなかないね。やっぱ大阪来てよかったね。ノー、スイーツも食いてえし。あのね、私のマスク見てよこれ。あんた口の周りもさ、リップでさ赤くなってるよ。もうやだ、ゲイロンマンだ、ゲイロンマン。 ET かよ、すごいでけえ。13万。でも13万以上しそうだけどな、この大きさ。買ってあげるか。いや、これ何これ。これ何これ。これ売り文庫の車輪が。でもなんか怖くなってきたね、珍しいもん。怖いフィギュアいっぱいあった。ジョーカーです。ほら見て、こう、もう食いてえな、なんか。なんか食いたいの。おしっこして。あ、はい、ジョセリンさん。あ、え、あ、ピカチュウ、ピカピー、ピカチュウ。本当に秋葉原みたいだね、ここ。あんた買ったもんちょっと一回見せてください。この人同人誌。オーノー、オーノー、秋葉原な。スイーツ食わせろ。
諦めないんですか？諦めねえぞ、俺は。あれ、あそこ一番食べたかったけどね。めっちゃ並んでる。そんな美味しいのかな？島まで並んでんな。これだけ？あ、これだけ？ふざけるな、めっちゃちっちゃそう。たい焼きよりちっちゃいじゃねえかよ。ふざけるな。これのため待ってたの？やばくね、これ。ちょっとちっちゃいな。めっちゃちっちゃそう。どう？めっちゃチョコだぞ。いちごの味しねえわ。もうがっかりよ。やっぱスイーツには原宿がベスト。もうやばいよ。全然違う。めっちゃちっちゃい。ふざけるな。見てください、抹茶パフェを食べに来ました。女性店員さん、やっと休憩場所が見つかったんですよね。抹茶美味しい。このわらび餅食べてみてください。もういった。何ですかこれ、味しなくね。食感が好きやな。美味しい美味しい美味しい。このあんこと一緒にね、うまっ。このわらび餅、うん、わらび餅めっちゃ美味しいじゃん。これとケーキが入ってるんですよね、シフォンケーキ。あんた厳しいね、いつも。本当に今日はね、大阪にこのパフェを食べに来ました。これは大阪のお盆でご飯でございます。これは酢どり。ユセリンはね、豆腐ハンバーグです。はい、は？なになになに。ホテルに着きました。疲れました。いやもうね、また最悪なことが起きたんですよ。朝食がバイキングだったんですけども、コロナの影響でバイキングがなくなってね、なんかめっちゃなんか美味しそうじゃない、なんかお弁当いくつかまあ選択肢があったんだけど、どれもね美味しそうじゃないし、やばいです。ドンキでも100円とかで売ってそうな弁当とかで、もうね、もう今日運が悪すぎる。でもね、部屋が広い。そう、部屋が広いです。なんかお菓子もね一応ありますね。でソファーがあって、こんな風にね、部屋がここがねすごい広いね。いくらだったっけ、7000円、7300円ぐらいやったんですけど、結構こんなテレビも大きくてね、広々としてるね。怖い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 、高さが怖い。あ、やばい、高さが結構あれ、怖い怖い怖い。結構でも7800円にしてはなんかね綺麗よね。でトイレがあって、え、広くね。え、見てめっちゃ広いじゃん、お風呂。テレビもついてる、お風呂に。いいんじゃない。まあ朝食はねもうまあね、なくてももういいですかね。これぐらい広くていい感じのとこなら。今日はねもうね、お風呂に入ってすぐに寝たいと思います。あとね、さっきブックオフでこれを買ってきました。こっちに来てもね、こんなものを買ってるっていうね、やばくないですか。私たちも寝ますか。は、それじゃあ寝たいと思います。おなら寝る。大変なことになってる。今日も不運かな。どこにいる、私たちどこにいるの、どこにいる。助けてください。もう